皆さんこんにちは、村長です。少しプラグイン熱が冷めていた村長ですけれども、これはということでですね、プラグインアライアンスさんのブレインワークス、この中で以前からも使っていたマスターデスクというマスタリング用のプラグインがあります。 1,2,3 というような簡単な方式でかなりいい出音でマスタリングができる、そういうソフトがあったんですけれども、クラシックというフリーバージョンから今回はプロバージョン、マスターデスクプロというのが出ました。先ほども言いましたように、少しプラグイン熱に冷めている村長ですけれども、これだけはという感じで購入をしました。やってみたところ、期待通りとっても優れたマスタリングソフトだと感じています。そこでこのマスターデスクプロ、これを今日は皆さんにお伝えしていきたいと思います。ブレインワークスでは画面左の方にある TMT という言葉がこの 1,2 年使われるようになりました。この TMT って何かっていうと、 SSL という有名なコンソールミキサーですね。このミキサーと契約を結んで開発されたアナログコンソール用の仕組みなんです。なんかそういうふうに言うとさらに難しくなったように思うんですけれども、簡単に説明すると、例えばチャンネル1とチャンネル2はやはり機械の微妙な違いでですね、今画面にあるように音のグラフを出してもズレがあります。なぜこの微妙なズレが大事かというとですね、このようにデジタルのソフトでは 100% 同じというものを作れます。でもこのようになってしまうと、人間の耳にはどちらかというとモノラルっぽい聞こえ方がするわけです。いわゆる差異が全くないからです。人間の耳はその違いによりレフトとライトのような2つのチャンネルの違いというのを微妙に聞き分ける力を持っています。もちろんそれがどれぐらい皆さんに感じるかというのは人それぞれなんですけれども、そのチャンネルの違いという微妙なものを作り出しているんです。ですから今までもなんとなくこの機能があることを知っていながら、でもさほど変わらないなという感じでやられていたと思うんですけれども、その変わらないという話もほぼ真実でして、でも今グラフで見せたように、実際はいろんなところが全てコンプにしろ EQ にしろですね、チャンネルが違うわけです。そういうアナログ感をエミュレートしたもの、これが TMT というふうになりまして、そのうちのコンプレッサーの部分を今回は使っています。で、冒頭に流した音楽、真ん中でオフからオンに変わったわけですけれども、まあ当たり前、このマスターデスクプロを入れてるわけですから、音圧が上がり、とても迫力のある音楽になったと思います。このまず TMT のところからお話ししていきますが、アナログデジタル、こういうふうに通常のコンプと同じようにこのレシオというのを設定できますが、細かい設定ではなくって、こういうふうに決められた4つ5つのポイントがありまして、ここで圧縮比を決めます。そしてここはリリースタイムを決めることになります。でもここは特に初心者の方は聞き流していい範囲だと思います。でもここでコンプがかかっているということを忘れないでください。そしてその下にあるゲルというのがあります。これも新しく考えられたコンプレッサーの一種なんですけれども、そして今後の話は初心者の人にも分かるようにお話をしていきますので、あまり難しい言葉を使わないで、雰囲気だけでお話をします。だから完全に合っているという話でもないかも分かりませんが、初心者が理解しやすい言葉でお話しします。TMT の下にあるゲルというつまみは、
なんとなく自然に馴染むためのコンプレッサーと思ってください。ですからこれはとっても自然で、最後の全部設定をしたフィニッシュにこのゲルを上げてみたりしながら音作りをするといいでしょう。ちょっと違いを聞いてもらいます。入れます。コンプレッサーですからちょっと音が収まります。はい、ですからこれは微妙に整えるもの、そんな風に思っておいてください。そしてその右側にクリッパーというノブがあります。これはよく音圧を上げるときに使われる言葉ですけれども、これは音圧が爆上げできます。なぜ爆上げができるかというと、トランジェントという音の波形でいうアタックの部分ですね、そのパンと上がるところでですね、ゼロデシベルを超えるところ、通常なら音割れするところですね、そこを一旦グッと圧縮してですね、音が割れないようにしながらも下をグーンと上げていって音圧を上げるということなんです。ですからこれは音圧爆上げになります。ちょっと聞いてみてください。下からどんどん上げていきます。はい、このように最終音圧を上げたいときに使うと良いでしょう。そうしまして、今度はですね、ここにコンプリンクというのがあります。これに対してボリュームに入ってくるまでにこのコンプレッサーをどのぐらい反映させるかというようなことができるようになっています。とびきりなことさ、このメーターに注目してください。はい、かなりついていますよね。これクリッパーとかを切ってみます。とびきりなことさ、大発するで冒険だ。はい、ものすごく動きが出てきましたよね。音圧を上げっぱなしでないということです。もう一度入れます。はい、上げていくともうメーターはほぼ動きません。はい、このようにですね、こちらで設定したコンプレッサーとどのぐらいリンクするかということです。このように前準備とそして後処理のことがだいたい分かったところでですね、このソフトは123123というのはボリューム、ファンデーション、そしてトーン、この3つさえあればできますよという初心者にも優しい仕組みになっています。ここで音圧を上げていくんですけれども、その時にこのダイナミックレンジというメーターがあります。このメーターがだいたい6から8ぐらいになってるといいんです。こいつは上から下へ下がってきます。どちらかというと8から上げていくと6になります。6というような数字になる方が音圧が高いということです。ちょっとメーターを見ててください。なかなかこれはメーターがものすごく動きます。ですから分かりにくいんですが、そもそもダイナミックレンジって何か、それも難しいですよね。それは一番大きい音と
小さい音との差です。差が6というのは小さいですよね。例えば8とか9とかだったら差が大きいですよね。ですからバラードのように小さな音で歌って大きくサビで上がっていく、そういうようなものはですね、ダイナミックレンジが広いとか大きいとか言います。でも初めからハードロックのようにもうガン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 上がってですね、いわゆる小さいところがないというのはダイナミックレンジが狭いという話になります。ですから音圧が上がっていくイコールダイナミックレンジが狭くなる、こういう方程式になっています。じゃあやってみましょう。デロの方からスタートします。デロとかに戻すときはこういう風になっていましても、コントロールを押しながらクリックするとすべてデロに戻ります。じゃあやってみましょう。今5から6ぐらいを動いています。ですから無理に上げる必要がないという状況ですね。まあでももう少し上げてみます。今3とか2とかいう数字になっています。はい、これぐらいで6ぐらいになりました。このように6から8ぐらいに合わしましょう。そういうふうにマニュアルでも解いています。まず第一段階が終わりましたら、次はファウンデーションです。ファウンデーションというのは、まあ女性のお化粧にもあります最終仕上げみたいな感じでですね、トーンとかを決めるところです。いわゆる見栄えと言ってもいいでしょうか。それを決めるところですので、これを右に回すと低音が強くなります。そして左に行くと高音がくっきりしてきます。ただし EQ とはまた違いますので、この効果を聞いてみてください。はい、これは聞いて案外はっきり分かりますよね。この色合いという中でブレインワークスは XL というような、これまた最終仕上げ的な要素を持つブレインワークス独自の機能があります。これは上げていくと何とも言えないまろやかさ、そして艶っぽさ、そういうのが出ます。音楽的にとか数字的な言い方はできません。今僕が言ったような感覚的なものが変わってきます。でもこれもあまり初心者の人、もしくは音楽の耳に慣れていない人はですね、どう変わったのかなというふうに感じる可能性もあります。ちょっとやってみましょう。音圧は上がりますよね。ですからこれは皆さんの好みに合わす、それしか言いようがありません。次のつまみなんですけれども、この THD と書いてあるのはトータルハーモニクスディストーションのことです。いわゆるサーチュレーションのようにちょっとした歪み、これを付加していくようになります。ですからこれもなんとなく感じるというようなものでしか表現の仕方がありません。ちょっとやってみましょう。
この XL 以上にですね、どこが変わったのと思うと思います。ですから、僕がこれはあまり変わらないよと言ったところはですね、初心者の方がそんなにも意識してやる必要のないところだ。まあ、すごく大雑把な言い方ですけれども、そういうふうな感じで見ていただいたらいいと思います。次は一番大事なリミッターセクションです。リミッターセクションはここでアウトプットをどのぐらいにするかということですね。例えばこれでしたらマイナス1デシベルですよね。まあ通常はですね、だいたいロックとかそういう場合はですね、これを 0.0 もしくは 0.1、0.2 ぐらいですね。はい、微妙に変えたいときはシフトを押しながらすると微妙に変えやすいです。このようにしておくとピークがこの値を変えることがないです。ですからこういうものをトゥルーピーク、本当のピークと呼んでいます。そしてこのリミッターリンクというのはそれをどれぐらい実現するかなんですけれども、これは基本的には100にしておくものです。あとここにモダンとクラシックというのが出ました。まあリミッターのかけ方ですね。古い感じの音楽と最新のビートの効いた音楽、そういうもので分けるんですけれども、これもほとんど耳には分かりにくいです。あと大事なのは先ほど申し上げたそのトゥルーピークということで、このトゥルーピークのボタンを押していなかったら、ここでマイナス 0.2 のアウトプットを設定してるんですけれども、時には若干上がります。もしかしたら0デシベルを超える可能性がありますので、これは必ずチェックを入れておく方がいいです。そしてリミッターのリリースですね。これがとっても重要になります。パンと上がったものをいつまで抑えるかということですけれども、特にマスターリング的なリミッターにこのリリースを加えるときは、あまりリリースタイムは長くない方がいいです。これミリセカントですから、3ミリセカントということになります。かなり短いですね。これは次はもう10になります。10か3か、こういうふうになりますが、これも基本は3、そのままがいいと思います。そしてそうやったけれども、さらに音圧を上げたいときにできるのがこのターボです。このターボはリミッターに入る前にターボがかかります。ですからインプットゲインが上がるということです。これも無茶な範囲のインプットゲインが上がらない程度にマイナス 1.0 からプラス 4 デシベル。ここまでしか上がらなくなっていますが、まあ4デシベル上がるとどうしてもかなり大きく聞こえます。ここで初期値は0でいいと思うんですけれども、ちょっと上げてみます。とびきりなことさ大発するで冒険だ箱へ行くのかドキドキ。はい、これはですね、まあ4デシベルといえば4デシベル上がります。ですけど結果はそれに対してリミッターがかかっているので本当に4デシベル上がるわけではありません。このようにして見たときに今度は LUFS がどんな形になっているか。こっからは音色作りとかに関わりますので、この時点で一度チェックをしてみましょう。今のところの LUFS がどれぐらいかということですね。何が待つのか謎だけど、きっと起こる。はい。これで今5ぐらい上がっています。皆さんのところに聞こえているのももう音割れ状態かな。ちょっと見てみますね。とびきりなことさ大発するで冒険だ箱へ行く。大丈夫ですね。この録画の方のリミットが超えてないかちょっと気になったので確認しました。これでですね、今音圧は高すぎます。例えば YouTube に出すときはマイナス14LUFS これぐらいに設定するようにということが推奨されています。ですからこれに合わせてみましょう。もう一度1からやっていきます。ドキドキ
はい、今12とか13とかそのぐらいです。もうちょっと落としていいということになります。これで14平均ぐらいです。はい、今途中で聞かせましたが、本当はこのチェックは途中でやってもほぼ無意味です。なぜかというと下で変わっていくからです。じゃあ半分より下のところを説明しましょう。ディエッサーというのは耳障りな音をカットします。この時どのぐらいの周波数か、これの場合キロヘルツですから4キロぐらいになっています。これがボーカルの部分が耳障りというんであれば、男性で言えば4から5、そして女性で言えば7から9ぐらいのところに一番耳障りな音がありますので、それをどれぐらい下げるか、これがディエッサーの役目です。そしてその耳障りなスッスッスッ、こういう音がどこにあるかを聞くためにはこのソロボタンを押しましょう。そしたらここでその音しか聞こえなくなります。今だったらもしかしたらそういう周波数のところが少ないので何にも音が鳴らないかも分かりません。ならないですよね。はい、このように聞こえません。でもイコライダーのハイを上げてみます。まだこれでも入ってきませんね。あ、来ました。はい、8.8 ぐらいのところで動作した部分があります。でも今回はあまりその部分がないということになります。ですからまあここのところは今回の曲ではあまり意味がないということになります。次はトーン、これは簡単ですよね。ベース、ミドル、ハイ、そしてプレセンスというのがあります。これはですね、高音のキラッとしたところを出していくというものです。ちょっとこうやってゼロにしまして、ここからやっていきます。この4つのパラメーターを順に動かしていきます。はい、このようにして1、2、3の3つ目がトーンということです。こうやってやればいいということになります。そして同じイコライダーでもここに3つ自由なイコライダーがあります。ここで低音と、そして真ん中、そしてハイの部分、ここでできるようになっています。ちょっとやってみましょう。はい、このように周波数指定、そして9カーブですね、カーブの指定もできるので、結果的には6個プラスプレセンス、この7個のイコライザーがあるというような形になります。そして今回 MS 制御でとっても素晴らしいステレオエンハンスという全く新しいものが追加されました。これには ABCD4 つのパターンがあるんです。
これ4つがどれがどれということはないんですけれども、試していただく中で今までの左右の広がりだけじゃなく、もう少し 3D っぽくと言ったらいいんでしょうか、この表現がちゃんと合っているかどうか分かりませんが、そのようなイメージになることは間違いありません。これを今マイナス100にしています。右に上げていくとどうなるか聞いてください。はい、これはよくわかりますね。 B にします。はい、下に行くとちょっとこもった感じになりましたね。さらにワイドを広げます。バイパスします。オンにします。はい、こんな感じです。それと今説明しなかった中には、このモノメーカーというのがブレインワークの1000倍特許みたいな感じでですね、低音の方をモノラルにするという機能があります。僕は大抵これを100前後ぐらいに設定することが多いです。そうしまして、先ほどイコライダーは基本7つと言いましたけれども、ここにハイパスとローパスのフィルターもあるから、まあ厳密に言えば9つあると言ってもいいんじゃないかなと思います。最終段階としまして、今度は左の下の方にですね、レゾナンスのフィルターがあります。これは低音でモコモコするとかモヤっとする、そういう周波数を切ったりするもので、そして右側の方はですね、高音の何とも耳につく嫌な音、それを聞いてみることができます。ですからこれは一旦切りますね。切っておいて、そして入れます。入れますけれども、今までと違ってですね、この周波数を自由に変えれるようになりました。まず低音からやってみましょう。モコモコするといえば、この 80Hz 以下のところとかが案外多いですが、ここでノッジとですね、そして普通の急カーブ、これが2つ選べます。あまり大きく影響すると困るときはノッジにしますが、ちょっとこちらでやってみましょう。今のところはどちらにしても影響がありません。今度はハイの方をやってみましょう。はい、2キロぐらいのところ行くとですね、ちょっと音楽全体が少し甘くなったというか、ハイが抑えられたって感じです。これをこちらでやるともう少しわかると思います。はい、でも微妙ですね。これは多分やったからやらなかったからということで、一般のお客様がわかる程度でもないと思います。ということで、これで基本的には全体、これをやったわけですから、もう一度音圧が YouTube 用に問題ないかというのを見てみましょう。いわゆる13、14、このぐらいの
音圧になっているかということですね。はい、ちょっと10ぐらい上がってます。これだったら CD を作るのにはいいです。でもちょっと抑えます。はい、今13、14をうろうろしています。マイナス14、13ですね、ここですけれども、はい、そしてダイナミックレンジは5か6、この辺を動いています。そしてゲインディダクションはほとんどしません。圧縮がそんなにもかかっていないということです。もうちょっと上げます。はい、こんな形でこのマスターデスクプロ、これを使うとですね、もう他にイコライザーとかですね、リミッターとかそういうものがなくてもこれで一気通貫できるわけです。初心者の人にも、そしてプロの人にも、とっても分かりやすくて音がいい。僕はそんな風に感じました。皆さんも何かチャンスがあったら使ってみてはどうでしょうか。もちろん使用期間というのもプラグインアライアンスはありますので、テストはやってみることができると思います。今日は長い時間ご視聴ありがとうございました。村長でした。